平光月之助の首を洗った首洗い井戸です。見にくいかもしれませんが、こちらが首洗い井戸です。ちょっと暗くて映像では見えません。申し訳ありません。そしてこちらの門は、本拠地赤穂藩赤穂城から移ってきた門です。混雑するのでここでやめます。